さあ小路さん、はい、久々の、ロケでございます。ようやくじゃないですか。半年ぶりですね。だいぶ間空いてますけど。ちょっとやっぱりね、はい、暑いですから外。ああ、まあまあそうですね、はい、そうなんですけど、はい、ここ どこなんですか。僕ここね初めてこの景色というか。廿日市市は大野です、はい、あ大野なんですね、はい、ただ大野なんですけど、はい、本当ね周辺何もない何もないですよね。これ何のロケなんですか今日は。そうですよね、いいこと聞いてます。はい、実はですね、はい、先日、はいはい、山崎太一選手のインタビューの中で、うんはいはい、こんなエピソードがありました。ご覧ください。廿日市市大野で気に入っているお店、場所などおすすめスポットはありますか。気に入っている場所、うん、僕のお兄ちゃんの店ですね。ほう、お好み焼きやってるんですけど。でお店の名前は八っす。俺がいつも食うのはなんか炙りマヨみたいな、明太マヨみたいなのがあるんですけど、それうまいっすね。あと唐揚げ食べるっす。ということで、はいはい、あの山崎太一選手のお兄さんがやってるお好み焼き店がこの辺りにある、うん、これあおちょっとお好み焼き店あ上りが見えてきましたけど、はいはい、ここですかねお兄さんの店って。まあここしかないですもんね。おそらくね。そうですよね。道路沿いにポツンと佇むこちらのお店が山崎選手のお兄さんが営むお好み焼き店。こんにちは、失礼します。あ、山崎太一選手のお兄さん。はい。あ、よろしかったですね。はい、うん、お名前は何ておっしゃるんですか。山崎康介です。康介さん、うん、はい。オープンされて何年ぐらい。3年半ぐらいですね今。後ろ見てください、はいはい、すごいですね、このサンフレッチェショップが、はい、ずらっとねずらっと貼られてますね。サンフレッチェ広島山崎太一選手っていうふうにね、うん、あサインもありますね。弟さんもお店に来たりとか。そうですね、月に1回2回ぐらいは顔出して食べに来ますね、うん、仲いいですね兄弟ね。仲はいいと思います。あとやっぱり小石さん的にね、うん、おそらく一番気になってるのがお好み焼き八。いやそうなんですよ、そのここのお店の名前がちょっと気になってて、馴染みがやっぱり背番号7番だったので、7なんですよね、うん、これ僕がこの現場に来てよかったのかっていう。そんな疑問は置いといて本題のお好み焼きについて聞いてみましょう。太一選手が、はい、明太マヨ、はい、とあと唐揚げをね、はい、おすすめメニューとして挙げてたんですけど、はい、他にもおすすめってありますか。他にはよく出るのは8スペシャルとかがよく出ます、はい、それは何が入ってるんですか、うん、本来の肉玉そばだったらキャベツと豚バラが入ってると思うんですけど、うん、それをネギともつに変えた、まあ、もつネギ焼きみたいな感じですね。キャベツの代わりにネギ、はい、だってお好み焼きって言ったらほぼキャベツじゃないですか。そうですね、で大半キャベツ入ってる中で、うんはいはい、そのキャベツがネギに変わってるんです。そうです。で僕ネギが大好きなんですよ。ああそうでしたよね、はい、トッピングとかでも入れるんで、はい、それをネギがキャベツの代わりに入ってるってちょっと初めてですね。じゃあ、はい、明太マヨと、うん、ハチスペシャルと、はい、あと唐揚げもいただいてもいいですか。はい、はい、明太マヨの方はなんとなく想像がつきますが、キャベツの代わりにネギを使うハチスペシャルって頭にハテナが浮かんだ矢先。うわすごい、そう見てみて、えネギ、うすごい、本当にネギだ。しかもネギってこう全部刻んだものじゃなくて結構長さがあるんだ。ネギにもこだわりがあったりするんですか。ネギのこだわりですか、はい、刻みネギだったら、うんうんまあ、焦げて真っ黒になると思うんで、あ、まあ、ちょっと長さを調節して長すぎたら収まらないんで、あ、それが収まる程度の長さで切ってます。もつ鍋をヒントにメニュー化されたという進化系の8スペシャル、気になるお味は CM の後で。フューズと初めてのラビズムツアー広島公演決定。開催日時は11月17日金曜日。出演はフューズ、雨の色、明日のポラリス、
会場広島リードにて19時よりスタート。チケットは E プラスにて好評発売中。お問い合わせはワイズミュージックまで。これまでの常識にとらわれない新たなフィットネスの形、フィットネスジムベースワンはあなたが必要なものを必要な時に必要なだけご利用できるプランをご提案します。詳しくはベースワンで検索ください。広島市内を中心に16店舗を展開するスパーク、毎月8日18日は八の市を開催。毎日のお買い物はお買い得商品がいっぱいのスパークで。さあということで、はい、浩二さん、浩二さんの前に蜂スペシャル、はい、うん、こっちが明太マヨ。そうですね、明太マヨチーズ。麺とかは結構こだわってらっしゃる。麺はそうですね、パリパリ麺が僕も好きなんで、うん、パリパリ麺にしてます。あと、ね、唐揚げ、はい、これが大地選手の大好きだ、はい、これも何かこだわりがあるんですか。でも他の店舗とは違う唐揚げって言ったらですけど、あんまりないような味をしてると思うんで、もうそれはもう食べてから、はい、そうですね、食べてからのお楽しみだと、でもね、見た目は ね他と変わらないかなと思うんですけど、味が違うってこと。唐揚げも気になるところですが、まずは浩二さん、他ではお目にかかれない蜂スペシャルを食べてみてください。ビールに合いますわ。へえ、うん、本当にお好み焼き食べるので、うん、初めての食感。へえ、もつが特に。ああそうですか、うん、やっぱ豚バラとはちょっと違う、うん、本当にもつを食べてる感じがね、すっごいあるし、初めての食感です。あとあのこだわってたそのネギの、やっぱりキャベツじゃないから、うん、え、ネギと合うのかなと思ったんですけど、本当それこそね、もつ鍋と同じような感じで、ネギとまたもつが合うんですよ。すごいマッチしてるなっていう。お客さんからも結構好評ですか。好評です。もうなくなり次第終了なんですけど、土日とか結構売り切れることが多くて、うん、初めて出会ったでしょうね、うん、これなかなかないですもんね。ないですね。じゃあ今度私、はいはい、いただいてもいいですか。行ってください。明太マヨチーズね、いや、こういただきます。うまそうだな。これもうだって見た目からすごいよね。美味しいよって言ってます。美味しいよって絶対間違いないです。食べなくてもわかる。うん、どうですか。これ間違いないでしょうね。めちゃくちゃ美味しいですね。これは間違いないと思います。やっぱ明太子とマヨネーズ、チーズってこんなに合うんですね、はい、お子さんとか結構多いですね、食べられる方は。これは美味しいですよ本当に。なんかこってり見えるじゃないですか、うんうん、でも食べたらあっさりしてますね。ペロリと多分1枚いけると思います。そして揚げたて熱々の唐揚げ、実は味付けに秘密が。うん、うまっ。何これ、なんかこれ何これ、うん、通常の唐揚げの味付けじゃないです、うん、全然違いますね。2人が驚くその味は白だし、塩麹、ニンニクによるものなんだとか。いやでもこれちょっとびっくりしましたね、唐揚げすごい柔らかくてうまい、うん、本当にあっさりいけるし、ね、塩麹と白だし、はい、嬉しい。俺はなんかどういうことですか、麹が入ってたから。続いてはお兄さんだからこそ知る山崎太一選手のマル秘エピソードを聞いちゃいました。お兄さんから見てどういう弟をするんですか。もう今は自慢の弟って感じですね。プロってそんな簡単になれるもんじゃないと思うんで、まあその中で勝ち上がってプロにまずなったっていう時点でももう本当に自慢の弟って感じです。始めた頃はやっぱお兄さんから見て
ちょっと弟のそのサッカー技術というかセンスみたいなものって違うなみたいな感じてたんですか。始めた当初はやっぱり分かんなかったんで感じなかったですけど、もともと身体能力が高かったんで、ちょっとレベル上の学年とやったりしたらもう実力差が僕とは違ってあったなっていう感じはしますね。性格は違いますか。違うと思います。違う、はい、どの辺がこう結構調子乗りだと思うんですよ、太一が確かにそうかもしれないですね。僕どっちかって言ったらああいう表でおちゃらけたりできないタイプなんですけど、まあ、太一はもう多分誰の前でもおちゃらけれるんで、でもやっぱそれもプロになる上で必要なことなのかな。お調子者って感じるような、はい、こうエピソード出来事ってあります。小学校の時はもう練習ない日は帰ったら速攻ランドセルもう置かずにそのまま川とか山行って秘密基地作ったり、まあ、川で魚とかカメとか捕まえたり、で、まあ、ちょっとおバカなことで言ったら、まあ、カメ捕まえて自分のランドセルを忘れて、もうそのままカメだけ持って帰るみたいなもう取ったの。そうですね、忘れてカメ捕まえたことにもう嬉しすぎて走って家帰って母さんにランドセルは怒られるっていう。やっぱりこうトップに上がるって聞いた時に、はい、嬉しかったですか。嬉しかったですね。それこそ仕事中に電話が来て、まあ、上がることになったっていうのを聞いた時に、まあ、今までのユースから直接上がれなかった、まあ、悔しさとかも知ってるんで、怪我した時の悔しさとかも、まあ、ちょっと嬉し泣きじゃないですけど、なんか来るものはありましたね。そうですよね。やっぱユースからそのままねトップチームに上がれず大学を経由してまたサンフレッチェ広島からね、はい、オファーがあるっていうのはもう本当に喜びでしょうね。まあ、今こうトップチームで活躍してる姿とかって見てどうですか。はい、そうですね、まあプロになってデビュー戦横浜 FC 戦だったと思うんですけど、まあ、見に行って、まあ、最初に電光掲示板に名前大きく発表されるじゃないですか、まあ、弟の名前がそこに出て試合に出てるっていうこと自体が僕からしたらすごい感慨深くて、いつも通り努力して本人なりに今後も頑張っていってほしいとは思ってます。あら、あら、あれ、おお、どうしたの、どうしたの、どうしたの、え、来ちゃいました。え、いきなり、あ、いきなり、それかなりいきなりじゃない。なんと突然やってきたのは太一選手。せっかくなのでトークに参加してもらうことに。え、どうなんですか、お兄ちゃんがね、うん、実際こうやってお店やってるじゃないですか、うん、こう太一選手から頑張ってほしいなと思いますけど改めて聞きますけど、うん、お兄ちゃんどういう存在ですか。まあ、でもいなかったらサッカー始めてなかったんで野球してたんで、もう幼なじみが野球を始めて、うん、もう僕も野球しようかなってなってた時に、うん、兄ちゃんがサッカーするってなって、やっぱお兄ちゃんと一緒にいたかったんですか。一緒にやりたかったですね。いい兄弟ですね。仲いいですね。お兄ちゃんのために一言、ね、うん、カメラの、ね、うん、向かって、はい、あのお好み焼き食べに八に来てくださいって言った方がいいんじゃない。あ、そうです、ね、太一からお願いします。僕の地元大野で八やってるんで、ぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしい。いやー、いい兄弟、いい兄弟、これからも長いです、はい、ね、